どうもー、えー、今週もですね、えー、水曜日になったんで、今週のぼやきということで、えー、いつものようにお酒を飲んでいきたいと思います。まずこれハイボールですね。これラフロイグのハイボール。1杯目だけですね。1杯目だけこの贅沢のラフロイグで、えー、ハイボールを作って飲むということです。ではいただきます。 あーうまいですね。ラフロイグがですねその最初なかなかのこのスモーキーさにちょっとびっくりしたんですけども、えー、結局ね、あのー、この味に、えー、慣れてくるというかこの味が良くなってきますねこのスモーキーのこのスモーキー度合いの凄さがこれが美味しくなってきますね。 そして、えー、先週も飲みました。これですね、濁り酒。これよく振って飲むんですけども、この僕が買ったこれですね、このグラス。えー、冷や用、お冷や用のグラス。です。お冷やじゃん。冷や用。濁り酒。これを、えー、飲みます。もう日本酒はね、やっぱこの一杯だけですね。ここまで。これだけ。この分だけをこう飲もうというところで。あとはまたハイボールと、ハイボールを3杯ぐらい飲むから。 飲んであとは、えー、焼酎のうろん割りというところであ緑茶か緑茶割りで飲みますうんうまいそしてですね今日のつまみはこれです見えるかな、えー、オリーブオイル、えー、と梅干しで味噌にんにくでらっきょうこれがまあ一応あてですねあてでこう食べるやつと いうところとなかなか日本酒が効いてますね日本酒が効いてるうんうまいうんうまあ梅干しもいいですね梅干しはうんそして今日は嬉しいことにですね 餃子の王将の餃子ですね一人前餃子の王将の餃子一人前餃子のたれもついているとこれを、えー、今日はいただきますというところでもう餃子の王将もこれだけでもう十分、えー、酒が美味しくなるというところで、うん、でですね今日今週のまあぼやきというかね今週は僕ようやったなぁと自分で、えー、自分を褒めるというかねそういう感じですね、えー、とー今週 1>, まあ、1週間、僕は金曜日が始まって水曜日で終わる、木曜日が休みなんでっていう流れなんですけど、金曜日からね、えー、ちゃんとこう、糖質制限の食事をね、えー、5日間続けようというところで、今週は、えー、だから金曜日から火曜まで、えー、糖質制限の食事、晩ご飯ね、えー、していくということをちょっと自分の中で決心してたんですね。でそれができるかどうかっていうのがね、えー、かなり自分の中でどうかなと思ってたんですけども。 えー、無事、えー、5日間、えー、晩ご飯糖質制限の食事を、えー、しました。でですね、えー、ランニングですね、ランニング、ランですね、ランニングをですね、あのー、なるべく走ろうと、えー、今週は決めたんですね、えー、走れる時間があれば走っていこうと。ほんで、その代わりね、毎日もし走ることになったあれなんで、距離を縮めようということで、えー、10キロぐらい走ってた距離をですね、5キロにこう。 半分ぐらいにしたんですほんで、えー、金曜日はね夜空手道場があってですねほんで土曜日から走り始めて土曜日 5. 何キロ、えー、日曜日 5. 何キロ月曜日 5. 何キロ火曜日 5. 何キロとですね、えー、4日間連続走りきりましたということでですねその自分が思ってた以上のことができたということですねだからえー、まあ 1日ぐらいは走りたいなっていう自分の中でこうイメージしてたんですけど、まさか4日連続走れる状態になるとは思わなかったんです。で、それも自分がちゃんと走り切ったということでね、えー、そのところがすごくね、だから昨日ジョギングしたして後半なんかものすごい気分良くなりましたね。自分でこう満足感というかそういうのがこう溢れてですね。 ようやった自分っていうところをこう思いましたねほんで公演でねいつものように空手の型をねちょっとこう練習してほんで終わるというところでですね、うん、まあだから来週もねまあ仕事でいろいろこう忙しくなったらまあ、えー、走るのは難しいですけども、えー、そうじゃなければですねどんどんこう走るようにこうしていくしていこうと。 いう,ふうに思ってますほんで、道場稽古がまあ金曜日と火曜日にあるんで、それはね、あのー、そっち側を優先というか、空手を行くと。ほんで、他の日がですね、あのーまあ、時間が空いていれば夜ね、えー、仕事が終わって、まだ余裕があればこう走るようにしていく。ほんで、えー、5キロを走っててですね、だから来週でいうと3日間しか走れないですね。土曜曜日曜日月曜日日日月しか走れないんですけども その、えー、あれですね、えー、3日目、えー、月曜日ぐらいは、もう5キロじゃなくて、7キロぐらい走るぐらいのこう勢いでいこうかなと思っております。で、17、8キロですかね、走る、ほんで、だんだんその距離をね、えー、7キロをコンサントに走るようになって、9キロをコンサントに走るようになって、えーまあ、10キロをコンサントに走る、12キロをコンサントに走るみたいな形にこうしていこうかなというふうに思ってます。うん ななかなか体力もついてきたんで、ただね、えー、糖質制限の食事をこう晩ご飯すること、それを、ねえー、いつかずっと続けると、ですねちょっとね、えー、睡眠時間が短くなります、なんか目が覚めてしまう、えー、その辺がね、まだまだ僕の,糖あの脳ですね、脳の糖,糖質のそのていうか禁断症状みたいなのがちょっと出てるんかなと思ってるんですね、それでこう目覚めてしまうっていうことが。 ちょっっととあるののかなと自分の中で勝手に思ってますよくこうアルコールをこう飲みすぎたらですねアルコールが切れた時に目が覚めることがこうちょっとあったりするんですけどもそれのね、えー、糖質バージョンですね糖質がこう、えー、だから昼ごはん晩ご飯と食べてるとしっかり糖質があるんですけども晩ご飯を抜いてるんでですねその間ちょっと糖質が入ってこない状態になりますよねで一応その炭水化物に関しては 2日間は貯蓄できるということなんですけども、取ってる量が少なくなってくると、やっぱりそれだけ使っていく、僕なんか走ったりするんでね、えー、結局使って、そこに糖質が入ってこないとですね、その糖の禁断症,禁断症状が脳にこう、現れてですね、ほんで、こう、目が覚めるんかなと。でこれがね え徐々にこう慣れてきてですねそこからこうケトン体質になってですね、えー、糖質がなくてもね、えー、しっかりこう機能するようになればですね、あのー、ぐっすり寝れるようになるとでそこまではちょっとね、えー、僕も我慢するというかその変えていく必要がある脳をこうバージョンアップというかこう。 えー、脳の性質を変えていくというかねそこをこうやっていくでそれをね自分なりにこういろいろ試しながらやっていこうというふうにちょっと考えております、うん、まあどっちしろまあまあ今日今週が、まあ、とりあえずスタートかなと思ってますちょっとそのダイエット的に言うとですねそこまで痩せてなかった僕が思ってた以上に。 思ってたのはね、もっと痩せてると思ったら、そんなに痩せてなくてですね、1kg も痩せてなかったんですね、1週間でね。で、まあ、それはしょうがないと、こっから、こう、体質、どんどん変えていって、えー、絞っていく形になって、うん、あの時なんかこう、痩せなかったのその時ちょっとそういう状態があっただけやっていうぐらいのこう感じにね、こうしていきたいかなというふうに思っております。ちょっと日本酒もらいます。 ということで、えー、今週はですね、まあ、あの、んあ大丈夫ですかね。ということで、今週は、えー、こんな感じで終わりたいと思います。あとは僕はちょっとね、えー、ドラマを見ようかなと。大、え、河、ー、ドラマはまだ見てないんでね、大、え、河、ー、ドラマを、えー、見てみようかな見て楽しもうかなというふうに思います。ということで、ありがとうございました。